こんにちは。こんにちは。赤沼慎太郎です。今回は、またですね、こう青木八景さんにお越しいただきまして、対談をしたいと思いますので、どうぞ青木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、前回までですね、この8年前、まあ、2012年に、まあ、当時資金繰りが厳しい時にですね、まあ、銀行の返済をリスケジュールしたりとかですね、あとは車の売却をしたり、あとはこうお母さんのための、宝石をですね、使って資金繰りを回したりとかですね、まあ、いろいろとやってきたわけですけども、まあ、今回はですね、家ですよね。だから家ですよね。そうそうそう、ね。先に言ったわけ。予告通りです。はい。なるほど、ね。そうです。前回ね、予告させてもらいましたけども、まあ、こう自宅を売却してですね、はい、こう資金繰りを回すというふうな話のエピソードですね、していきたいなというふうに思います。はい。まあ、この物件ですね、まあ、都内23件の物件でしたけれども、まあ、ちょっとこう奥まったところにあるということで、少しこう特殊な事情のある物件でしたよね。はい、そうですね。はい。まあ、この時はすで、まあ、に住んでなかったんですけど、私も結婚して子供が生まれて、うん、まあ、今の家がね、うん、手狭になってきたんで、うん、まあ、リフォームして住もうかななんて話もあったり、はいはい、うん、あとは生まれ育った家っていうこともあったのと、うん、あとは、まあ、うちの母親が、まあ、すごい気に入ってた家だったので、うん、でそういうふうな思い入れの強い家だったので売らずに持っていたんですね。あ、そうでしたよね。そうそうそう、リフォームをしようかって話もなんか出てましたけど、うん、まあ、当時まだその具体的にはそのリフォームをするっていうところまでの話はなかったっていうことと、まあ、そもそもそのリフォームするにもね、まとまったお金がかかるということで、うん、またちょっと残念ながらですね、そのお金もまだ用意できる状況になかったので、まあ、いつのこと売却してですね、うん、お金も作った方がいいんじゃないかななんていう、そういった提案をね、さ、うん、ってもらったっていう感じでしたね。そうですね、うん、まあ、本当は不動産を担保に融資を受けれればよかったんですけど、うん、はいはい、うん、実は数年前に、うん、一度銀行に相談しに行って、あ、なるほどね、でその時には、ね、うん、できないって言われたんですよ。あ、うん、なるほどね。あ、そうかそうか、もうあの時もすでにその前に何年か前に一度こう銀行さんに相談したという状況だったんですね、はい、うん、実はあの土地って、はい、その建物を壊して建て直すってことができない土地だったんですよ、うん、あ、なるほどね、うんうん、なので担保価値がないってことで、うんうん、まあ、銀行からはまあちょっと相手にされなかったとか、そういう土地だったんですよ。なるほどですね、うん、で、あの頃ってそもそもリスケしてたんで、はいはい、そうですね、ちょっと前に、そうですね、うん、仮に担保価値があっても、うん、ちょっとあのタイミングで融資を受けるっていうのがちょっと話しづらかったんですよ、うん、確かにそうですね。まあまあ、そもそもそのやっぱ銀行さんってその不動産担保があれば融資しますよというスタンスではなくて、うん、やっぱその融資を申し込んできた企業さんの、まあ、財務内容を見て、ね、こう判断していくということになって、でその財務内容がやっぱりよろしくないとなかなかこういくら不動産担保があるからって言っても貸さないということは、まあ、よくあると思うので、まあ、そういった面では、ね、ちょっと厳しかったかもしれないし、まあ、そもそも、ね、あの時は確かにもうリスケジュールしてたから、はい、まあ、新旧資という期待はちょっとしづらいな状況にはありましたよね、うん、そうですよね、うん、まあ、まあ、あの時はね、なんでこうお金を作らなきゃならないかっていうと、まあ、当時こう税金がねこう、かかっている状況で、まあ、どうしてもこの業種からですね税金に見逃があるのはまずいっていう状況があったので、まあ、なんとかこの税金を払わなきゃならないねっていうことで、まあ、まとまったお金をねこう作るというのはちょっと急務な状況にありましたよね。そうですね、うん、まあ、一番そこが売却の理由だったんですけど、そうですね、うん、でも銀行も相手にしてくれないし、うん、で、まあ、どうしようかなって、はい、でそこでまあ不動産担保の融資を専門にしている会社を紹介してもらって、うん、はい、でそこに相談したんですよ、うん、そうですね、まあ、なんでその不動産担保融資の、ね、専門のノンバンクを紹介したかというと、まあ、いわゆる銀行さんと、ね、ちょっと違って、まあ、ノンバンクさんだといわゆるその財務内容が多少悪くてもですね、うん、不動産に対してこう担保価値があればですね、まあ、融資が実行してもらえるということもあったので、まあ、再建築ができないというちょっと難しい条件はあったんですけども、まあ、そこはこの不動産担保融資の、ね、専門のノンバンクさんならではのいろんなこうノウハウとか、まあ、アイデアなんかが、まあ、あることがありますので、まあ、そういったことで、ね、こう知恵を借りようというところで、まあ、たまたま私にね、このノンバンクさんに親しい方がいらっしゃったんで、まあ、その方にちょっとねこう知恵を借りようということで相談したというような経緯でしたね。そうですね、うん、まあ、ノンバンクというとですね、うん、まあ、
どうしても凍り勝ちっていう、まあ、イメージがねこう先行してしまって、まあ、世間的にはこう印象が良くないと思うんですけども、まあ、実際にはこうねちゃんとしたノンバンクさんはしっかりとした会社ですし、まあ、もちろん銀行に比べたらねどうしてもこう金利は高いのは事実なんですけども別にこう暴利をね取っているとはではないっていうことでちゃんとこう法定内のね金利で融資をしてくれるってわけなんですけども何が一番強みかというとやっぱこの銀行が対応できないちょっと難しい案件にも、まあ、ここ専門的な知識とかノウハウを駆使して対応してくれるっていうのが、まあ、最大のこう魅力というんですかねいうところがありますね、まあ、そういった意味ではですね私もこのコンサルタントとしてこのノンバンクの方々とはね積極的にこうコミュニケーションを取っていてまあ、やっぱこう難しい案件にこう対応してもらえないかどうかってところで結構こう知恵をですね借りて助けてもらうことなんて結構あったりとかするんでこのノンバンクさんとね上手に付き合うってことは実は、ね、結構重要な、ね、ことだったりとかするんですよ。なるほどね、まあ、実はねあの頃、はい、私も、まあ、社長もですけど、うんはいまあ、ノンバンクっていうもののイメージっていうのはあんまり良くなかったんですけど、まあうん、あんまりいい人いないですよね。なんかね、勝手なイメージですけど、うん、闇金融とかなんかそんな感じのイメージ。そうか、闇金融ね。だから慎太郎に相談された時に、うん、って内心思って、さすがにそれ怖いななんて思ってたんですけど、でも実際相談してみると、うん、まあもう本当にすごく親身に相談してくれて、ねうん、で、まあこういうね難しい案件でも。うんうんこうしたらいいよとか、うん、こういう方法だったらみたいな、いろいろの提案も積極的にしてくれて、うん、本当に心強かったっていうか、うんそうですね、そういうイメージですね、うんまあ、本当にノンバンクさんはやっぱ特殊な案件に慣れているというか、うん、やっぱ難しい案件がたくさん来るので、まあ、そういった知識とか、うんまあ、経験とかノウハウっていうのはやっぱこう積み上げているところもあるんで、まあ、いざという時に、ね、こう意見とか、まあ、アイデアを、ね、聞けるっていうのはすごくありがたいことなんですけども、まあ、今ハケが言ったように、まあ、一般的にそのノンバンクさんがそんな身近じゃないし、はい、いわゆるその今言ったねその闇金融さんと、うん、闇金融さんってさん付くのおかしいんだけど闇金融とごっちゃになっているというか、まあ、その境がわからないという方は、うん、やっぱ結構いると思うんですよね、うん、でやっぱこうドラマとか漫画でね怖いシーンとかよく見てるし、はい、そういうところで書かれたら大変なんじゃないかなっていう心配になる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、はいまあ、ノンバンクさんっていうのはですねちゃんとこのいわゆる貸金業登録っていうのをしていて、うん、ちゃんとしたこう許可を持ってね貸金業をしているっていう会社なんですね、うんはい、で一方でですねその闇金融っていうのは、まあ、闇っていうだけあって、うんまあ、要はそういう貸金業登録をしてないいわゆる認められてない貸金業者さんっていうことになりますので、うん、いわゆるテレビとかねドラマ漫画で見るように結構暴利で怖いっていうケースは、まあ、中にはあるんじゃないかなと思いますね。よく都一とか、はいはいはい、都産とか、ね、聞きますけども聞きます、はい、10日で1割の利息、うん、で10日で3割の利息なんていうもう本当法外のね利息を請求されたりとかあとは、まあ、ちょっと取り立てもねすごい怖いみたいなイメージはあるのは、うん、それは多分闇金融のイメージでノンバンクは基本的にはそういうことはないですね、うんなるほどね、うん、でもやっぱなんか素人だとなんかどうしても同じように感じてしまうっていうか、はいまあ、なかなかまあ聞き慣れないですしね、うん、そうなんですよね、うん、でも結局、うん、その土地は同時に並行して、うん、その売却する先を探していたんで、うんはい、で最終的にはまあそのノンバンクから、ねうん、お金を借りてっていうことではなかったんですけど、あそうですよね、うん、ただまあね、その時に相談した時に、うん、だいぶノンバンクっていうもののイメージっていうのはだいぶ変わりましたね、うんうん、で今ではね、うんそのノンバンクの方と慎太郎と一緒にゴルフ行ったりとかね、うんはい、そういう仲になりました。そうですね、はいまあ、一見で結構こう親しくなったというか、はい、プライベートでもねお友達にもなったなって感じなんですけども、まあ、やっぱりこう特に事業再生の局面ではですねこの銀行に頼れないっていうシーンがどうしても多いので、はいまあ、そういった時にですねこうノンバンクを、まあ、上手にですねこう活用するっていうことができると非常に助かるシーンが多いし、うんまあ、そういった意味ではですねこうノンバンクの、まあ、活用術っていうんですかね、まあ、そういったノウハウはすごく重要になってくるのかなというふうに思
思います。ただやはりそのノンバンクさんね、銀行に比べたらどうしても金利は高めになりますので、まあ、使い方間違えるとね、逆にこう傷を広げてしまうということにも当然なりかねないので、まあ、本当こう上手に使うというその見極めがね、大事になってくるんだなというふうに思いますね。うん、なるほど、うん。まあね、そこはね、なかなかノウハウと言っても、はい、そもそもそのノンバンクを利用するシーンってまあまあそうっすね、ないんで、なんで本当にそこの部分に関しては、はい、専門家のアドバイスっていうのが、うんうん、まあ絶対的に必要になるのかなって感じはしますし、確かに、うん、でね、こういうことって、うん、誰に相談していいのかわかんないっていうのもありますし、うんうん、そうですよね、うん、だから身近なところで言うと、まあ、税理士さんとか、うんうん、そうですね、まあに相談すると思うんですけど、はい、まあそのね、税理士さんもそれを本業としてるわけではないです。そうですね、うん、なかなか難しい面はあるのかなっていう感じはしますけど、うん、なので、うん、本当になんかそういうことを専門的に取り扱っている方に相談しないと、ちょっとそこは難しいと思いましたね。確かにそうですね。まあ、普通の会社さんでね、こうノンバンク使い慣れてますっていう会社は、まあ、普通ないというか、まあ、慣れてるとそれはそれでね、ある意味問題かなっていうふうに思いますんで、まあ、普通はやっぱノンバンクさんは、ちょっとこう、やっぱり怖いとか、ちょっと不安に思うっていうのは、これはもう普通の感覚なのかなと思うんですけども、まあ、こういうね、きっかけでね、このノンバンクっていうのはそうじゃないんだってことが分かって、まあ、まあ、うまく使う方法があるんだなってことを知れたのはね、すごくいいことじゃないかなというふうに思いますね。うん、はい。で、まあ、結果的にね、この不動産の売却は、うまくいってですね、何度かこう資金も作れて、はい、で、問題だったその、納税の方も、まあ、無事ね、できまして、はい、まあ、一件落着と、そこはね、はい、なってよかったなと思うんですけども。本当そうですね、うん、あの頃はね、いろいろありすぎて、はい、もう一難去ってまた一難去って一つずつ一つずつ、はい、クリアしていくみたいな感じでしたけどね、うん、本当にそうですね、こうハードルがもう目の前にいろいろあって、はい、もうこう一個一個乗り越えていった感じですよね、今思えばね、うん、まあ、でもその経験があるっていうのはやっぱ強いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、今ね、ちょうどこのコロナショックの中でね、さなかなんですけども、まあ、これからいろんなこのまたハードルがね、出てくるんじゃないかなと、これはいろんなもう日本中、世界中のね、会社さんもそうだと思うんですけども、だからそういった時でも、まあ、こういった経験があると、まあ、動じないで、こうね、冷静に判断もできると思いますし、で、まあ、やるべきことをね、こうしっかりやっていくんだっていうようなことにつながるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、これは過去にこうピンチを乗り切ったっていう経験はやっぱ強いと思いますね。あ、そうですね、うんうん、まあ、このチャンネルをですね、こう見ていただいている方はですね、まあ、その疑似体験といいますかね、このエピソード、まあ、今回も聞いてもらいましたけども、まあ、こういった話をですね、ぜひご参考にしてもらいたいですね。まあ、あとはそういう会社さんがね、こう過去に立ち直ったんだってことが、まあ、一つの勇気になるといいなというふうに思っています。まあ、次回以降もですね、ぜひいろんな他のこう参考のような話もですね、していければなというふうに思っていますので、はい、ぜひですね、このチャンネル登録していただきまして、まあ、次回以降ですね、こう動画、楽しみにしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今日は青木さん、ありがとうございました。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 